えみくとばんふれてですね、えー、今日は9月ですね9月の10日日曜日、えー、死の日ですね、えー、10時回ろうと,としてますけど夜にの配信となります今日は、えー、この聖書の新約聖書の、えー、前回がエレミア書の52章でしたけど今日は新約聖書の、えー、ヨハネの手紙の第1章 ヨハネの手紙の第2、えー、ですね。はい。えーえー、っと今日は日曜日で少しはゆっくりはしてると思いますけど、えー、見ていきたいと思います。えー、ヨハネの、えー、手紙、えー、第2ですね。えー まあ、お読みしていいいきたいと思いますヨハネの手紙みたいに、えー、長老からあ選ばれた夫人とその子供たちへ私はあ,あなた方を本当に愛しています、えー、私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです、えー、このことは、えー、私のうちに宿る真理によることですそして真理はいつまでも私たちと共にあります、えー、真理とお愛のうちに、えー、父なる神と御父の御子イエス・キリストから恵みと 憐れみと平安は私たちと共にあります、えー、あなたの子供たちの中に満から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるあるのを知って私は非常に喜んでいますそこで、えー、夫人よお願いしたいことがありますそれは私が新しい命令を書くのではなく初めから私たちが持っていたものなのですか私が互いに愛し合うことです、えー 愛道一の命令に従って歩むことであり命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛の内を歩むことですなぜお願いするかといえば人を惑わす者すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからですこういうものは惑わす者であり反キリストです よく気をつけて私のロークの身を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っています。その教えのうちにとどまっているものは道をも御子をも持っています。あんた方のところに来る人でこの教えを持って来ないものは家,家に受け入れていけません。 その人にはその人に挨拶の言葉をかけてみけます、えー。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。えー、あなた方に書くべきことがたくさんありますか神とお墨でしたくあります。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私の喜びがあ全くものとなるためです、えー。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたに,によろしくと言っています。えー、この、ま 特に今日はこの旧節ですね、えー、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません、えー。その教えのその教えのうちにとどまっているものは父をも御子をも持っていますとど、えー、まるということでを覚えていきたいと思います、えー、感謝いたします、えー、日曜日の、まあ、11時から礼拝がありますけど、えー、キリストのうちにとどまるもの シと主がミアニだとっていることを覚えて今日も今週も、えー、スタートですね、えー。過ぎ去った週も感謝して今週まもスタートを切りたいと思います。マスタートです。ミクトパンフレテでした。マスタートのこのユーチューブチャンネル登録、ま、たコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。マスタートで S、シュエゲネス、パシャンブルズ、シャロム、シャロム、シャロム。